一部のクライアントは日本の ISDBT テレビ受信機の OSD メニューを知りたいと思っています。また、新製品を入手するときにテレビ検索チャンネルを送信する方法も知りたいと思っています。ここでは詳細を紹介するビデオを示します。1、デジタルテレビアンテナと電源を接続してください。2、リモコンで最初の OSD メニューから検索を選択し、 上下に移動しして選択します3、OK と押して、テレビチャンネルの自動検索を開始します。4、すべての頻度検索が終了するまでしばらく待つと、検索は自動的に終了します。5、機械設定メニューに入って、ステーションを検索したり、リモコンを操作したり、メニューボタンを押したりすることもできます。 6リモコンの矢印キーを下に操作してカーソルを自動検索に移動します7リモコンの確認ボタンを押して自動検索インターフェースに入ります8検索が完了すると自動的に終了してプログラムが再生されます日本市場向けの ISDBT デジタルテレビ受信機を10年以上にわたって設計および製造してきました 一アンテナ、二アンテナ、四アンテナ、BCAS、EWBS 機能付きまた日本向けに ISBBT デジタルテレビモジュールを設計しましたご興味のある方はお問い合わせくださいそうですねタイプが違う、こちらウォッシュタイプで、はい、ウォッシュタイプで、うん、ウォッシュタイプ全然大丈夫大丈夫ですね逆に固めだとレンジで少しチンとかします、ね、お店で売ってても、はい 触らないでくださいって書いてたのに硬さをチェックします、ね <laughs>